青春の庭のうさぎたちプレゼンツ、金ちゃんの金曜日もちゃんと頑張ったラジオ。このラジオは都立国分寺高校卒業生有志による劇団青春の庭のうさぎたちに所属する金ちゃんこと南部金次郎が、平日の終わりを喜ぶとともに週末への期待を膨らませながらゲストを交えてワイワイ話をしていこうという番組でございます。はい、ということで皆さんお久しぶりでございます。2週間ぶりですね。ですね、私はこの2週間ですね、第7回定期公演の準備をいろいろとしておりまして、主催誰だったかな、主催僕ですね、僕が主催なんですよ。なので本当に僕が率先して進めなきゃいけなくて、結構スケジュール立てたりとか、あとはいろんな手配をしたりとかで、それでちょっとねここら辺は忙しくて、でちょっとねまだその動き出しの段階なので出せる情報っていうのはない、少ないんですけど、まああとちょっとしたら6月下旬ぐらいかなにはもう第一報を出せるかなと思いますので、皆さん夏も楽しみに待っていただけたらすごく嬉しいです。はい、ということで僕はそんな感じの日々を過ごしてましたね。では今回はですね、マトリョシカのについて語ろうっていう回の最後なんですけれども、まあキャストについてちょっと語ってこうっていう回でございます。ということで今回はスペシャルゲスト呼んでおります。ゲストこの方です、どうぞ。こんにちは、51期、青線51期吉田俊です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。いや久しいね。いや会えて嬉しいよなんか知ってる俊くんじゃない。あ、まあラジオだから、まあいい声で話そうかなって思ったけど、はい、どうしますよいしょ、はい、ということで、はい、久しぶりですね、はい、言いつつ久しぶり、電ちゃんで撮ってる、電ちゃんですすぐの登場なんです、ね、お互いとちょっとなんかテンションがおかしくなって、そうなんかすごい、さっきの最後前回の終わりですごい、なんか次の出演は先なんじゃないかみたいな終わり方をしておきながら、またすぐ来るっていう、そうですね、感じの、はい、仕組みでございますけど、じゃあすいません、システム情報になります。はい、よろしくお願いします。お願いしますということで、キャストについて語っていこうという感じでございます、はい、いや僕ら裏方だから、そうなんです、ね、そう裏方として、やっぱりキャストはやばいやばかった、なんかね、全員やばかった、それはもう満場一致で、そう、なんかもう絞れない、ということで、まあ、12人語っていきましょう。イエーイ、最初はカント、コーシネマカンター、セイラ父役、坂田マネージャー、そして会社員を、演じました、コーシネマカンタですね。いや彼は僕は声が好きなんですよ。なあのね、迫力がある、そしてすっごく自然な演技をする、それが好き、無理無理、あれもう無理です、勝てません本当に好き、しかもなんか会社員関連2回目、そうなんだよね、そう、なんかその前回フレームの公演でさ、会社員でスーツ着てて、うん、なんかそれが結構フラッシュバックしたというか、なんか構図が似ててそうそうそう、なんかまあ後で話すけど、まあお母さん役といえばリサさんみたいな、うん、会社員役とお父さん役といえばカンタとかになっちゃいそうだね。そうです、まあ、次回以降はね、どんな役をするか楽しみですよね。ですね、はい、同期としてどう思うか、カンタのことは。いやもうレベチっすよもうね、本当に、いや高校の頃から見てるんですけど、高校の頃からすごいすごいよね、すごい、なんか賞を取ったんだよね。ありました、ありました、本当に、ね、演技がすごいんですよ、なんかそのものというか、うんうんうん、なんか本当にあれ今までそのキャラで生きてきましたみたいな感じの、本当に自然な演技で、なんかどこがすごいとかどこがいいとかっていうのは分かんない、これはこの前話したんだけど、青杉の人と、なんかカンタってなんか魅力があるんだよ、そうそう、なんか好きなんだよね、なんだろう、恋してんのかな、恋しちゃってる、惹かれてるねで、今後は期待ですね。そうですね、はい、NEXT バッター is ミクちゃん、イエイイエイ、ミク今回が初キャストです、ね、そうなんですよ、やばい、日暮し役とローバーの娘、まあ、ダンスのシーンでやってました。いや信じられないよね、うん、もうそうそうそう、
これはなんかその終わった後にみんなで話す機会があって、その時にあったんだけど、いやもう肝が据わってるっていうか、そうマイペースっていうのかな、なんていうのかな、ずぶといよね、ずぶといなんかすごい嫌な言い方になっちゃうけど、もうすごい肝が据わって、なんかね、そうやっぱり演技もすごい堂々としてるし、めちゃくちゃ楽しんでるんだろうなっていうのが伝わる。しかもめちゃくちゃマイペースだから成長速度が読めないんです高校の時監督で主演やってくれてて、そっかそっか、その時も思ったんですけど、 ある日突然めちゃくちゃ上手くなってるんですよ。いつもそれを臨界点って呼んでるんですけど、本当にその前日まではあ、うまいうまいうまい、すごいすごいすごいってなるんですけど、うん、その日を迎えた、ある日を迎えた瞬間に、ええみたいな、やばいやばい、なんか違うし、すごい、なんか、ええみたいな、進化しまくっとるやんみたいな感じの演技をしてくる人なんですよ。だから、本当に、すごい。日暮らしはまず好きなんだけど、密件を追い詰めるところの、なんだっけ、見ろやれ、金融じゃね、本物っていうセリフがめっちゃくちゃ好き。そこが結構好きなんで、あそこのシーンのなんかうぞうむぞうたちは好きなんだけど、キャラが多くて、なんだけどそのみくちゃんのここは好き、もしかしたら日暮らしより好きかもしれない。ああまた同期だしね今後の活躍に期待ですね、うん、はい、頑張ってください。 NEXT バッター is オリベ・ユーナー。イエー、ユウナちゃん、小学生、あ、小学生だけだっけ、なんかもっといっぱいやってた記憶があるけど、地雷とかね、あファンの、いやなんかわかんない、地雷メイクが似合うっていう言い方でいいのかな、普段のその様子と違うかっこよさみたいなのっていう、すごっていう、あそこの追い詰めるシーンでだんだんみんなの声が怖くなるんだけど、うん、あの声低いところがすごい好き。ユウナちゃん結構声高い方だけど、なんかすごいそういう深い声も出せるんだ。小学生に見れなかった、しか見れなかった。あ、もう老婆と小学生できてんじゃんと思ってさ、もうそのまんまだと思って。で、あとなんか当日、なんかそのボタンの掛け間違いがあって、その一個ずらしてやったっていうのがあったんだけど、それなんか最初はそのミスだったらしくて、本当に付け間違えてたらしくてさ、でそれがなんかアンケートに、いやなんかそうずらして付けてて、いやすごい小学生作り込まれててすごいっていうコメントっていうか、まあ、いただいてさ、もうそれでなんか、あ、じゃあもうこれは千秋楽でもやるしかないよみたいな感じで、そうなったのよ。そういうね、まあ、天然っぽさっていうか可愛らしいところもある、ゆうなちゃん、そのこのマトリョシカを通してその警告期間も含めて結構みんなゆうなちゃんのファンになったよね。結構おもろいし面白い子なんだっていう、まあ、なんか運営の面とか会計とか裏方もこなしてキャストもやって、本当にすごい、もうとんでもないですよ、とんでもないよね。もうだ、俺だったらキャストとの権利無理だ本当に本当にすごい、どっちもそのちゃんとやりきってるっていうのが本当にすごい、私好きなんでみたいな、そう全然大丈夫ですよみたいな、本当に大丈夫そうなんだ。では次の日参りましょう。次は51期ですね。 NEXT 吉田伊吹、皆川健雄役と高志と医者、この高志っていうのは電話相手出てきてはないんですけど、そう高志の話をすると、あれって早着替えをしてるんですよ、大野光希が、友達役として和夫に電話をかけて戻って、ですぐ監督して出てくるから、その着替えながらそのセリフを言って、それを、まあ、この伊吹は貴司として手伝いながら裏でやってるっていう、実は結構ごちゃごちゃして大変なシーンだったっていう。で舞台袖を見てるとすごい面白いですが、めちゃくちゃ体動かしてるの声リラックスして誰誰カズオ合ってるっけみたいな覚えてねーと面白いよね。面白い。でケンユーに関してはなんかもうこいつしかいないなっていうのは僕は思ってた。いや脚本読んだ時点でこいつがやるんだろう、伊吹がやるんだろうなっていう風に思ってたから、はいはいはい、もう伊吹ね、はいはい、あーもう思ってたような姿ですね、はい、かっこいいね、もういいねみたいな、もう知ってた。もういや本当にキャ
ャラビジ撮影の時に黒いシャツにスーツ着てきた時は、うん、ああもう密件密件みたいな、密件密件、そうそう密件だよこれはって感じ。かっこいいんだよな、普通にかっこいいくて、そう僕はちょっと惚れている。いや分かりました、かっこよさに。そうで、そうなんか演技もさ、なんかそのたどたどしい感じがさ、結構なんかいぶきの素の感じともあってさ、うん、まあ、なんかうまいんだよね、その中に和男がいるんだろうなっていうのがすごく伝わる、まあ、なんかこういう入れ替わり物っていうか、なんかタイムスリップして江戸時代に来ちゃって、うん、なんかドッペルゲンガーの人がなんか代わりに、お殿様いるみたいな、みたいな感じ の、 そのこういうよくある設定だよねみたいな、うん、すごい伝わって、で一番好きなのはその最後の追い詰められて、まあ、あの登ってって落ちるシーンの前の発狂するシーン、うん、すごい、あんな声出せるんだ。他の何人かが大声出してるのにそれよりも大きい声でやってる、多分一番喉が死んだんじゃないかな当日。ずっとなんか舐めてたもんね、うん楽屋でね役者はもう喉飴必須って感じです。そうすごい、また見たいですね。なんか見たい、見たいね。これからね、そう3年生だから、そうなかなかね、まあ大学生で、まあ、進路のこともあって忙しいと思うけど、僕は彼の演技をまた見たい、うん、見たいし、まあ、あの照明とか脚本とか演出とか、うん、そっちも好きだから、ゆうきは、まあ、そういうところでもね、ぜひ活躍してほしい。はい、期待大ですね。ですね。